授業の準備しなきゃ。わあ、これすごい。ふむ、どの髪型がいいかな。緑は違う。わかった。うん、これにしよう。うわ、それ何？話して私の。見せなさい。うわあ！何が起こったの？ついに来たわね。アートチャレンジへようこそ。早速始めるわよ。最初のチャレンジはじゃじゃーん、虹。わお、虹大好き。早く始めよう。カバンの中を確認しなきゃ。私もやる。何があるかな。それカバン。これ絵を描くために使える。こんなもの見つけちゃった。まだいい匂いがする。嘘でしょ。気持ち悪い。なんてね。ペンが必要。すりつぶしたダイヤモンドがついてるの。うわ、これ何？うん、いいこと考えた。ケンダル、近づけないでよ。本当にもう。まずは紙を半分に折ったら、鉛筆の缶を置くの。これで丸を描いたら、顔を描く。まずは目。口は折り目の上ね。笑顔が素敵。紙を開いて、お金を定規代わりにする。顔をつなげるのよ。次は色を塗るの。なるべく明るくしてね。口の中は虹色。折ったり開いたりしてみて。かわいい。見て、すごいと思わない？わあ、確かにびっくり。ブリトニーなんて始めてもいない。何か使えるものないかな。あ、古いチョーク見つけた。これは使える。ハンマーを使うよ。蝶々のステンシルを作ったら、黒い紙の上に乗せる。チョークも置いたら潰しちゃおう。うん、気分いい。ストレスが解消される。ステンシルを取り除くと素敵な蝶々の出来上がり。二人とも頑張ったわね。でしょ。悩むけど今回はブリトニーの勝ち。本当に？わお、ありがとう。そんなのずるい。怒らないで。私はいいと思う。恋の始まりの予感。次のチャレンジはこれ。ハートよ。二人に紹介したい人がいるの。向こうを見て。ハロー。今日の僕も完璧。髪の毛が風になびいてかっこいいだろう。わー、かっこいい。もしかしてライバル？そうみたい。絶対に勝たなきゃ。特別なものを作るの。ハートをちょうだい。もっと。はい、ただいま。プレッシャーに弱いんです。どうぞ。うん、これこれ。ブライアンって素敵。うん、彼となら幸せになれる。じゃあ行くわよ。まずはロマンチックなメッセージから。これならちゃんと伝わるはず。金色のペンでなぞったら、星も加える。他のハートにもメッセージ書いたの。うん、これにしよう。横を折ってしっかり折り目をつけるの。上もね。小さい封筒の出来上がり。シールを貼ったらここに入れる。ラブレターのコレクション。かわいいキーホルダーでしょ。わあ、確かにすごい。意外と難しいかも。よく考えなきゃ。あ、そうだ。まずはハートを描くの。でも普通のハートじゃないよ。少し違うけどとても素敵。こんにちは。その洋服いいね。絵も素晴らしい。バラを君に。わお、ジェントルマンね。これは僕のため。美しい上に才能もある。素晴らしいな。そんな君にはこれ。心臓が持たない。だろう。うん、私には今は私の時間。これ便利ってのは冗談で、次のチャレンジはブラシ。あれ、ブリトニーは知らない。先に始めちゃいましょう。ほら、簡単そう。もしもし、注文お願い。もう来た。ショッピング大好き。趣味なの。よし、これを取り出そう。どうやって入れたの？うわ、重たい。
でも完璧。この箱はもういらない。遅れてごめん。うわ、それってトイレットペーパー？え、何の話？あ、本当だ。やっぱ恥ずかしすぎる。で、何をしてるの？その前に、ちょっと待って。お願いだからやめて。うん、気持ちいい。これ使える。ブラシなんて必要なし。半分に折ったらトイレットペーパーで包む。しっかりきつくしてね。できたら緑色のプラスチックを巻くよ。こうやって最後にシールを貼るの。固定するためにね。いい感じ。透明のチューブに入れたら完成。最初はピンクの絵の具を使うの。プラスチックと同じ色。紙に塗ってみて。色を変えるときは綿棒を交換するよ。次は青。しっかり吸収させるのがコツ。こんな感じで使うよ。え？私だって負けない。本気出すわよ。すごいこと考えてるから。まさに芸術作品。完成。え、一体なんてことするの。あなたの負け。ブラシが滑っちゃっただけなのに。失礼、お腹が空いちゃって。次のチャレンジはこれ。私もお腹ペコペコ。食べ物ちょうだい。うん、最高。全部美味しそう。何から食べてみようかな。わあ、確かにいい感じ。欲しい。ちょっとやめて。私の食べ物触らないでよ。でもそれ全部食べるの？じゃあ卵あげる。はい。うわあ、ゆっくり。落とさないように。ふっ、危なかった。ありがとう。まずは卵を割る。黄身と白身は分けてね。違うボウルに入れて指でほぐす。ふむ、うん、ぬるぬるする。ここに油を加える。あと少し。しっかり混ぜてシリンジで吸い取るの。簡単に使うためにもね。それに汚れない。卵を粉末塗料に入れる。少量で OK。 数滴ね。ブラシで卵と粉末塗料を混ぜるよ。うん、いい感じ。次は卵の殻を軽く潰す。小さくするよ。かけらを手に取ったら青く塗る。この色素敵。花瓶を描いたら殻をくっつけて花も追加するの。うん、もう食べられない。うん、食べ過ぎちゃったかも。うわ、ごめんなさい。でもしょうがない。食べ物無駄にしたくないな。うん、これで何か作れるかも。髪を青く塗ったらブロッコリーをブラシ代わりにして髪に絵の具をつけるの。いろんな色を使ってね。葉っぱのように見えない？ほら、わあ、かわいい。素敵、すごく斬新ね。どうしよう、難しいけどケンダルの勝ち。やった、さすが私。はいはい、おめでとうさん。うん、回る。次のチャレンジはこれ。ワクワクするでしょ。ええ、一体何をすればいいの？シャツに糸がついてる。ここにも。ふむ、もしかしたらこれ使えるかも。あ、メイクしてる。ケンダルに気づかれないように今がチャンス。自然に振る舞って完璧。口紅を糸につけたらノートに置くの。こんな感じ。ノートを閉じたら糸を引っ張る。抽象画の出来上がり。素敵でしょ。わお、確かにいいかも。待って、ブリトニー？ん？うわ、すごいことになってる。それあげる。私はこっち。まずは黒く塗るの。半分だけね。糊で線を引いたらブラシで糊を広げるよ。こうやって乾く前にグリッターを振りかける。素早くね。ふう、疲れた。うん、これって金？絵にぴったりかも。老けさえ高級。でもシャンプーの意味ない。ハートのステンシルを上にのせたら金色のスプレーペイントを上から吹きかけるの。すごく鮮やか。ステンシルを取り除いたら完成。部屋に飾りたい。
上手でしょ。私のはこれ。うわ、目が全然見えない。お、下ろして。これで大丈夫。わお、素敵ね。特別なの。次から警告して。どれもすごい。チャレンジはここまで。勝者はどっちかしら。私、私、私、緊張する。どれどれ。ケンダル。嘘、信じられない。頑張ったんだけどな。おめでとう。うん、待って、賞金半分あげる。嘘、本当に。やった。私ハグ好きじゃないの。美しい友情関係、芸術って素晴らしいわね。なんだと思う。ワクワクするわ。なんか地味じゃない。だよね。何の音だ。サプライズ。でも何もなし。待ってるんだけど。わお、すごい。開けてみる。もーらい。ちょっと、私が先に目つけたのに。取るなよ、クリスの意地悪。シャボン玉だ。どうでもいい。でも綺麗。私もいい。やだ、お願い。楽しいな。見て、いいこと思いついたわ。よし、このキャンバスにローラーでペンキを塗るの。塗り忘れがないようにね。次にコーヒーのコップを白いペンキの中につけてキャンバスに押し付ける。好きなようにデザインしてね。今度は丸の中身を塗っていくのよ。いろんな色合いをつけるのがコツだよ。シャボン玉の光を表現するように塗ってね。いい感じ。最後に仕上げ。わあ、素敵。私ってば芸術家ね。クリス見て、シャボン玉。すごくない？ちょうだい。交換しよう。ほら早く。わあ。あれ、シャボン玉は空っぽだ。ずるい。あ、全部使っちゃった。最悪。次のチャレンジは？やった、ユニコーンだ。嬉しい。落ち着いてよね。新しく友達作らなきゃ。クリス、何してるの？プリンセススパークルだよ。レインボー王国だ。変なの。いいから回すよ。何になるかな。手なし。オッケー、行くよ。私は手を後ろで組む。ナイスアイデア。意外と簡単かも。いい感じ。完成。どうも。微妙。なんだよもう。ユニコーンの描き方見せてあげる。まずは大きさのチェック。僕も確認しなきゃ。これくらいかな。また変なことしてる。あ、そうだ、いいこと考えちゃった。方眼紙を使ってユニコーンを描くの。最初は変だけど大丈夫。いい感じね。線が引けたら今度は真ん中ね。細かい絵が描きたいときにおすすめの方法だよ。方眼紙を使うとサイズが決めやすくて簡単に絵が描けるの。次は色だよ。色塗りも簡単。角は虹色にしてね。かわいいでしょ。できた、ユニコーン。見て、すごくない？どうやって描いたんだ？僕のはこんな感じ。まあ、頑張ったわね。なんか楽しいことが起こりそうな予感。ハートだ、かわいい。誰が回すか決めよう。僕が勝つ。
やった勝った。いいものが出ますように。カビなしか。でもどうやって書くんだ。考えるしかないわね。見てて。私は真ん中に線を書いたらもう一本足すの。上と下にもこうやってね。次はハートの横の部分。鉛筆はペンの下書きにぴったりなんだ。形ができたら消しゴムで余分な線を消して、あとはペンでたどるだけ。 3D 効果も抜群だしね。次は色塗り。線の中を塗ってね。そしてできたら内側に影をつけるの。鉛筆でも簡単にできるよ。影がありそうな場所を見つけて影をつけるのよ。綺麗に塗ってみてね。いつもとちょっと違ったハート、素敵でしょ。完成。どう？うわ、まあまあかな。僕はどうしよう。そうだって。普通ね。何かできることはないかな。そうだ、小さなハート、これでどう？ハートだよ。違くない？ごめん。これは？諦めてよ。まだまだ。指を頑張るんだ。あ、そうだ、赤いペンを使おう。指を重ねたらハートを描く。あとはこうやって色を塗るだけ。悪くないぜ。いい感じだな。てか超いい。でもまだだよ。にっこりマークを加えてみよう。こっち側にもね。ロマンチックね。うそ、かわいい。待って、いいこと思いついた。変にしないでね。任せて。見て、ハグしてる。感動して泣いちゃうかも。かわいいよ。どの鉛筆を使おうかな。青か緑か。まったく、かわいいんだから。チッチュー、今夜夢に出てくるといいな。わお、カタツムリだってすごい。誰が回す？僕の勝ちだ。今度は負けちゃったか。いけ、手なし。また、しょうがないな。いくよ。手を貸してあげよう。それ。ねえねえ、違うよ。え、なんで？もういいや、試してみるわ。目つぶって。変なの、もう。これ持っててよかった。どう？完璧。意外と難しいかも。すごい、本当にすごい。キスしたいな。あ、そうだ。嘘、20ドルも払ったのに。最悪だ。でもいいこと考えた。これはいらない。ペンがあれば高級な花なんて必要なしだぜ。自分で作っちゃえ。この方がロマンチックだしな。よし、完成。気に入ってくれるかな。見て、できた。結構いい感じだね。カタツムリだけど、僕はこれだよ。私に？君はバラよりも素敵だけどね。恥ずかしい。でもロマンチック。このアートセット素敵。いいな。私のブラシなんてボロボロ。そうだ、直せるかも。髪の毛を少々いただき、さらにバレないように。よし、十分。ブラシにくっつけたら完成。
なんか見覚えがある。もしかしてもしかしてそれ私の髪の毛。やっぱり。何するのよ、返して。うん、もっと切りたいって。やめなさい、二人とも。お仕置きよ。居残り。うん、これは何、どこにいるの。ハロー、ハートチャレンジへようこそ。このホイールを使うのよ。1、2、3、5。わお、花、簡単そう。はあ、やらないとダメ。どうすればいいのかわからない。そうだ、いいこと考えた。私って天才。髪の上にチェーンを置いたら上から絵の具をつけるの。そんなにたくさんは必要ないけど、いろんな色を使うのがポイント。これでいいかな。ブラシの端っこを使ってチェーンを引っ張ったらしっかり塗りつけて色を混ぜるの。花の完成。綺麗でしょ。うわぁ、すごい。これでメイクができるわ。おっと、チャンス到来。常に完璧な状態でいないと。うん、そうだね。これ借りよう。これで花が描ける。メイクのブラシで絵の具をつけたら緑色の絵の具でも同じことを繰り返すの。いい感じ。最後の仕上げできた。いい感じ。これは返さないと。何してるの。何も、はあ、メイクの邪魔しないでよね。私って綺麗。はい、そこまで。どう、個性的でしょ。私のは繊細。素晴らしいわ。サラも面白いわね。でしょ。何がおかしいのよ。顔に絵の具がついてるよ。私の綺麗な肌がダメ。これこそが芸術。世界の人々に見せないと。二人とも頑張ったわね。次のチャレンジはユニコーン。やった、ユニコーン大好き。馬みたいのだっけ。私動物苦手なんだよね。ねえ、何これ見て。お金だよ。ユニコーン描いてくれるならあげる。こら、サーラ、自分で描きなさい。失敗か。もうダメだ。大げさなんだから。私はいいコツ知ってるの。紙の上に手を置いたら周りをなぞって、あとはデザインするだけ。簡単でしょ。色塗りも忘れないようにね。ユニコーンといえばピンク。うん、かわいい。角にも色をつけて。よし、完成。見て。なんでそんなに嬉しそうなのよ。うんうん、そうだ、真似しちゃおっと。私のはお金持ちのユニコーンだけど、角も完璧。素晴らしい作品はお金がかかるもの。どう？嘘でしょ？私のとほぼ同じじゃん。まさか、こっちの方が高級。先生、あら、素敵。二人とも素晴らしい。私、芸術家になれるかな。しょうがない、許してあげる。おお、ラン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 ラー。あ、授業中だった。今度は何かな。星、はじめ。これは何、絵の具。ね、マリにあげよう。うわ、すごい。うわ、私ってラッキー。紙の上のテンプレートを置いて、いろんな色の絵の具を使うの。テンプレートの上に塗ったら、ほら見て、テンプレートをどかして。うわお、虹の星の完成。やった。あんまり大したことできないのね。電話しなきゃ。もしもし。うん、手を貸してくれる。何してるんだい。星か、なるほど、簡単だね。
僕はプロだからね。見てなさい。もっと難しいテーマが良かったけど、しょうがない。完成。拍手をどうぞ。僕って天才でしょ。あ、できた。あら、おお、素敵なモデルが目の前に。素敵だ。あ、そう。毎日君を描きたいよ。あの、私帰った方がいいのかしら。こんなに美しい人は初めてだ。君にあげる。ロマンチック。インスピレーションが湧いてきた。行こう。ちょっと私の絵は？うん、甘い。どんどんやる気出ちゃうわ。何してるのかしら。こら、お菓子禁止なのは分かってるでしょ。こんなに飴ばっかり食べて。あれ、これは取れない。どうなってるの。いいでしょ、自分で書いたの。やるじゃないの。何をしてるのかしら。これは、うん、あ、校長先生。お菓子は禁止。居残りですよ。違うんです。わあ、何ここ。あ、説明しますよ。道具を持って。ラー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 。鳥の真似よ。そしてこれが初めのアートチャレンジ。よく考えて。あ、このスカーフ、そんなに難しくないはずよ。え、これってもしかして。どっか行け。こら、えい。何やってんだか。そうだ、いいアイテムが入ってるはず。なんでこんなの入ってんの。まあいいや、どこかな。え、悪趣味ないたずら。お、やった、いろいろ入ってる。ふん、ただの本じゃない。使えない。ゴーグル、全然使えないじゃない。何この落書き。だいたい意味わかってないから。あ、わかった、数字を使っちゃおっと。体さえかければ数字を使ってちょいちょいっと。あとは頭にもこうして。鳥に見えてきたでしょ。色を塗ったら道があるよ。いい感じだね、小鳥ちゃん。綺麗な羽を描いてあげる。虹色にしちゃうよ。できた。どうですか、数字を使ってみたの。素晴らしい。あなたは。災害に見舞われました。こんなありさまです。おう、兄、あなたの勝ちです。やったね、私に。ありがとう。こんな状況じゃいい仕事なんてできません。傘避けなきゃよかった。はい、次のチャレンジですね。リンゴなら何度も見てますから、どうするかは承知ですの。まん丸にするのが鍵ですわ。ヘタがはみ出ちゃった。丸を大きく描きすぎた。もうやり直しじゃない。何かアイディアは。あ、完璧なリンゴ見っけ。今ならバレなさそうだし。行きます。ミッションインポッシブルリンゴ編突入。準備はできてる。サクッと切ればいいだけよ。ん、兄は何してるのかしら。やめなさい。座って。バレた。もう、もうちょっとだったのに。とりあえず書くしかないか。アップルって英語で書いて。APPLE。待てよ。スペルに5をつけて。5をリンゴに変えちゃう。これを参考にすればいいんだ。よし、次は大きめに5を書いてみようと。数字の5って半分のリンゴに似てるって思わない？数字から書いたリンゴには見えないはず。色を塗ればなおさら。色をなじませれば本物みたいだよ。
ヘタも忘れずにね。影もつけて。細かい詳細も忘れちゃダメよ。おいしそうに描けたよ。ね、そう思わない？じゃん、終わりました。私も本物みたい。そっちは平らね。これは明らかにアニーの勝ちね。おめでとう。やった、勝った。本物のリンゴだったらな。私も。うえ、誰かの食べ残しのリンゴじゃない？やった、私のは新鮮。美術って大好き。わあ、いい感じ。色を塗ろう。特別なものを用意してるの。わあ、この絵の具を使ってみよう。まずは緑色を。線からはみ出ないようにね。虹色にするの。どうなるか楽しみ。芸術作品になること間違いなし。自分で描いたの？私なんてブラシがボロボロ。でもしょうがないか。始めよう。そうだ、いいこと考えた。リジ、見て、色を塗ってあげたよ。嘘、何するの？私の髪の毛が信じられない。二人ともやめて、ストップ。何が起こってるの？回すわよ。最初は金髪の女の子。金髪ね、難しそう。待って、思いついた。リジ、はいはい、私がモデルになってあげる。よし、動かないでね。何してるの？いいから私に任せて。まずは輪郭をなぞる。動かないでね。意外と難しいな。目は緑色だよね。この色素敵。完成。わお、すごく上手。見て、どう？嘘でしょ？私そんな顔してる？もっとメイクしなきゃ。私って天才。自画像を描くプロになろうかな。これでよし。そうだ、いいこと考えた。そこのあなた、こっちに来て。僕の名前はジェフです。何でしょう？なるほど、描きますね。こうやって完成しました。わお、ありがとう。でも色を塗らなきゃ。絵の具は使わないの。まずは絵の上にステンシルを置く。メイクと小さなパレットナイフを使うよ。パレットナイフでメイクを削ってパウダー状にする。他の色も同じようにね。少しで大丈夫。ステンシルの上に振りかけたら色を混ぜて手でにじませるの。ほら、綺麗でしょ？すごくかっこいい。うわ、この絵とっても素敵。本気でそう思ってるの？どっちの勝ちかな？そうだった。ナオミのは悪夢に登場しそうね。頑張ったけど。リージ、カラフルで個性的、すごいわね。リジーの勝ち。やった、やっぱり。金髪の女の子って言ってなかった？静かに静かに。本当に大丈夫かな？今さら準備はいい？うわお、チョコレート。ついてきてね。行くよ。うわー、しー、大丈夫？でもついてきてって言ってたし。それ！これつけといてよかった。見つけた、チョコレート。違う？信じられない、ただの絵じゃん。本物になった。何が起こったの？ここはどこ？見て、絵のドーム。絵を描くみたいだね。最初のチャレンジは何だろう？犬だ、かわいい。連れて帰りたい。よし。アーティストってよくこうやってるよね。犬には小さすぎるかな。あ、そうだ。なるほど、手を使えばいいのか。はあ、簡単簡単。手をこうやってなぞれば OK。 何やってるの？まあ、いっか。私はこの形で手をなぞるの。あとは犬を描くだけ。毛と可愛い目に鼻、色も忘れないようにね。いい感じ。
線からはみ出さないように、あと少し。できた！かわいい！上出来！名前はラッキー。上手だね。私のもまあまあだけど。努力が大事。誰の勝ち？やった！見て、何か出てきた。ビスケットだ。骨の形をしてる。犬だからかな。早く食べてみたい。ちょっと待って。ビスケット？骨？あ、ストップ！おいしい。レシピあるかな。あ、食べちゃったか。どうしたの？それ、犬用だよ。うっそ！もうちょっと早く行ってよ。やっちゃったね。ほら、おいで。おやつあるよ。おー、すごくいい子。かわいい。お腹すいたでしょ？おいしい？どんどん食べてね。もうちょっとで完成だよ。できるまでダメだよ。動かないで。目が非対称だね。うん、非対称だ。できた！君の絵だよ。全然似てないよ。落ち込ませようとしてるんだな。渡せよ。わかったよ。どうすんの？同じ目に合わせてやる。覚悟しろよ。大きな顔。腫れこったいね。歯並びが悪くて。じゃーん。冗談だろ。そんなタイプじゃないよ。よこせ。開けようか。開けなよ。カラーペン。わあ。早く開けなよ。お、すげえ。もっといいアイディアがあるよ。ほら、うさぎ。わあ、どうやってんの？危ない。狼も来たぜ。キャー。さあ、メインの催し物だよ。すごいじゃん。うまいね。おい、待てよ。手だけを使って話すんだ。てか、でも待って、もっといいアイディアがあるよ。眩しいのに慣れたら手の形を紙に写すんだ。あとは足りないところを足して。これなんだかわかる？人間の最良の友だよ。あと足りないのは綺麗な色だけだね。ああ、すごくうまく描けた。まだやってんの？うん、ペンチが切れちゃった。これ見て、影絵にインスパイアされたんだ。すごい、思いつかなかったよ。絶対気に入るよ。かわいいだろ、ウサギだよ。わあ。あと、これも思いついたよ。指をもうちょっと立てるんだ。これ使ったな。ありがとう。それはもういいよ。な、見てるよ。さあみんな、絵を描いてね。虹の絵でウォーミングアップしよう。虹？大したウォーミングアップね。そうだ、袋に入れておいたものが役に立つ時が来たわ。あら、ねえ、これ見て。うわ、やめてよ。いい子ね。おう、これを探してたのよ。魔法を見せてあげる。こういう色が虹になるの。ちょっとずつ置いていくのよ。できた。あともう一息ね。いいわね。これを使うわよ。うわー、
気持ちいい。持ってるものを使って工夫するのよ。よし、これ汚れちゃったわね。そしてテープを剥がすの。綺麗な線ができてるでしょ。3本の綺麗な線ね。よし、完成。テープさん、ありがとう。綺麗にできたでしょ。悪くないわね。私だって、ちょっと私にやらせるの。ああ、綺麗。さあ、だってクリエイティブに作るのよ。当然でしょ。みんな見てなさい。カラフルで綺麗でしょ。次はどうすると思う？ね、私だってたまには手を動かすのよ。そうしたら虹の砂ができるの。鮮やかな色でしょ。じゃーん。わあ、結構すごいじゃない。あら、まだ完成じゃないわよ。レインボーくんが踊ってるの。これで個性が出るでしょ。どう？二人ともいいね。どっちも勝ちだよ。まあ、いいわ。どれどれ、この角度かな。おじいちゃん、この絵どう思う？いいじゃないか、色が綺麗だ。この色使わせてもらう。ブラシは？何してるの？色塗りは終わりじゃ。どう？まあまあかな。まだまだ。このプラスチックで下に引きずったらいい感じじゃ。これで完成。どうじゃ。すごい。おじいちゃん上手。テープを準備したらここにつける。お絵かきしよう。難しいな。うわ、この色丁寧に。ダメだ、下手くそ。おじいちゃんのテープ、これ借りるよ。よし、テープが手に入ったからカラーペンを並べる。テープでしっかり固定したらどうなるか楽しみ。虹を作るよ。やったわ、僕って天才。わお、すごいな。もっと色を使ってみろ。たくさんあるぞ。虹を作ろうか。本当に大丈夫？もちろん、これこそが芸術だ。よし、どうなるかな。形にこだわる必要は一切ないぞ。ここから上に上がってこんな風に行くぞい。元の場所に戻ったら終わり。わお、完成。どうだ。鳥みたいだね。すごい。セール中です。いかがですか。うふは、いらない。また拒否られた。うわ、誰助けて。落ち着いて。どうした。全然売れないんだ。そもそもその中で何してるの。ゴミで何かするつもり。わしを信じろ。行くぞ。この蓋を紙の上に置いて上からスプレーをかける。全体的にかかるようにね。蓋の上も。次に端っこに白いスプレーをかけて埋まったらプラスチック袋の出番。このように押し付けてみて。よーし、
さらに白いペイントを使ったら蓋を取る。よし、完成。じゃじゃーん。わお、おじいちゃん綺麗だね。糸も簡単に作っちゃったよ。はい、あげる。それ欲しい。いくら？これで完成かな。自画自賛だけど、これこそがまさに芸術。ここに置いておこう。おお、いいね。お、シャボン玉。ご褒美の時間。たくさん出てきた。シャボン玉大好き。戻ったよ。あ、落としちゃった。僕の作品だ。頑張ったのに。ちょっと待て、シャボン玉。いいことを考えたぞ。ペットボトルの上を切ったら、上に熱湯をかぶせる。次にこのトレーの中に石鹸を入れて、これで十分。ネット側を石鹸の中につけたら、ネットに石鹸がつくはず。ここに絵の具を加えてみよう。青に赤、もちろん黄色も。よし、いい感じ。このままシャボン玉を作ってみよう。なるべく紙に近づけて、 大きいシャボン玉は割る。よし、完成。これどう思う？わお！どうやって作ったの？シャボン玉を使ったんだよ。はい、あげる。おじいちゃんありがとう。最高だよ。シャボン玉は便利だな。この卵見てるとお腹空いてきちゃう。うまく描けた気がする。やっほー、ジャスミン、見て見て、ほら、朝食作ってあるよ。見せて。じゃあ私はこっち。あれ、本物じゃないじゃん。なにこれ。こっちだけが本物だよ。ミディアムより上、お気に入りの焼き加減。かなり美味しそうでしょ。待って、どういうこと。すごいでしょ。うん、美味しい。ちょっとリリー、この二人は混乱の中、勝負が彼女たちを救い出すはず。何が起きてるの。私のところに召喚。え、ここはどこ。おしゃれな服。それでどうしろと。君たち二人にはちょっとした勝負をしてもらうわ。このチョークひどい。全然うまく描けない。あー、うるさい。やめてくれ。細い線が描けない。もう耐えられん。頼む。これだ。もう十分。あれ、どうなってるの。私のチョークが、あ、粉々になっちゃった。あれ、これめちゃくちゃいいじゃん。やった。ん？急にインスピレーションが湧いてきたよ。指の方が影付けしやすいから、もうチョーク必要ないよね。この方が調整しやすいの。そして角がとても滑らかな印象に。何を描いてるかわかるかな。心配しないで、すぐにわかるから。チョークではできなかったこと。色を重ねていくよ。特定の場所に重ねていく。こうすることで鮮明度が増すの。さて、ここからが本題。反対側も忘れないでね。修正ペンも効果的だよ。あら、もう可愛さがにじみ出てる。さて、楽しいディテールの追加だよ。蝶ネクタイが好きなの。ちょっとした可愛らしさが加わるからね。では少し質感を変えてみよう。本物の毛皮に見えてこない？抱きしめたくなるでしょう。あと、もう少しで終わりだよ。最後だけど大事なポイント。可愛い笑み。目のことを忘れるとこだった。生き生きしたのがわかるでしょ。どこを見てるんだろう。とっても可愛いでしょ。私の秘密兵器よ。よし、終わった。どう思う。すごいでしょ。私は何を描けばいいかな。この口紅使えるかな。これはまたいいアイデアが浮かんだよ。これならうまくいきそう。口
紅の色さえ残っていればね。ここでもう一回唇に手をつけて、もう一回口紅つけ直そうかな。レイヤーを重ねることで深みが出るよ。ダイナミックな表情になってるね。さて次はディテールっと。わあ、この小さな手を見て。もう一つ付け足すよ。顔を描いただけでまとまりが出てきたね。メガネも似合いそう。彼女に何を着せてあげよう。小さなドレス。この先がとっても楽しみ。たった数個の形が全体のイメージを変えるなんてとっても驚き。赤色だけでもいろんなことができるよ。これは私の最高傑作。じゃじゃん、いい感じでしょ。あれ終わった。どちらも素晴らしいわ。よくやったお嬢さんたち。あれ何が起きたの。これが私のやり方なの。ペロペロキャンディーに勝るものはない。同感。あー、私も欲しい。ほら見て、口の中がよだれでいっぱいだわ。もう無理。その美味しそうなアメちゃんちょうだい。私のもの全部私の。いちご味、こっちはレモンの味がする。とっても幸せ。おっと、ごめんごめん。嘘、何が起きたの。口の中が最悪。気持ち悪い。ちょっと待って。ねえねえ、これ見て。まずはステンシルをしていくよ。2つ色を使っていくの。混ぜていくのが大事。できた。え、もっといいのがあるよ。見てて。いいよ、マーカーを手に取って。こうすることで形がポップになるな。小さなパターン書きには時間がかかるよ。でも結果がちゃんと伴うからね。そして上には小さな耳を描いて、それと色に合う小さなヒレをつける。なんだかわかった。こういうディテールを足すとよりリアルになるよ。この紫がかった淡い青色は本当に素敵。反対側も忘れないで。次は深紫色だよ。どの色もよく似合ってる。どれも深みを出すのに役立ってるね。時間はかかるかもしれないけど結果が全然変わるからね。次の工程にはもっと太いブラシが必要。どう線を描いているかよく見てね。このゴージャスな色合いをご覧あれ。海藻が雰囲気を盛り上げてくれる。水中にいるみたい。泡もたくさん追加して。ねえねえ、これ見て。気に入った？うわぁ、それは高評価ってことだね。私の絵はとっても地味だわ。ひどい筆。大きい方がいいのかも。でもその前に下準備をするよ。レインボー柄はいつだって勝利の近道。そしてこのテクニックで表現豊かにできるの。意味わかったかな。これで絵が生き生きとしてくるよ。これでわかったでしょ。すごい、一流だ。感激。よくやった。では手を離して。ねえ、わあ。何がそんなにおかしいんだい。うわ、ほくろでか。意地悪な子は好きじゃない。お前たち二人には罰だ。もう指なんかさせなくしてやる。あれ、手が動かない。痛い、動かない。その通り、うまくいったわい。でも私たちの手は。これでどうかけと。どうしよう、リリー。私もわからない。でも待って。うっしょ、見てて。この指差しの形で開始するよ。これが何になるかわかるかな。これはうまくいきそう。ふう、自由になった。まだやることがあるよ。もう 2,3 個付け足すの。そうすれば手をなぞった形が土台になるからね。当たり。これは目だよ。さてここからが本題。次は鼻だ。とっても可愛いでしょ。これがアザラシだと思った人、正解。
吠えているところだよ。そして次は色を足して、舌はピンク色に。アザラシの特徴だよね。うん、こんなところかな。気に入った？ほら見て。私にもできそうな気がする。私の手の形はこれ。全く違う形から始めるよ。なぞるのももうすぐ終わり。すごい、本当にうまくいった。うん、わかった。視点を変えると見えてくるものってあるよね。さて、鏡みたいに同じ形を描く。目はここ。すでにちょっと可愛く見えてきた。ほら、この笑顔。次は体を描くよ。うまくまとまってきた。でも大事なのは色だよ。ああ、なんて楽しいんだろう。長く描く直線たち。色がとっても綺麗で明るさがあるね。一色でまとまっちゃう。可愛い足も忘れないでね。終わり。イエーイ。うおー、いいね、ジャスミン。うん、二人とも立派だよ。とてもよくできている。つまりはこうなる。私のもの。あ、まとまれ。え、また？わあ、わあ、いいね、最高。イエーイ。で、誰が勝ったの？いい質問だね、お嬢ちゃん。うん。ね、ちょっとあれやる？そうだね。よし、今だ。じゃじゃーん、魔女さん、あなたよ。そのほくろも全部一緒に描いたの。それ本物なの？え？ねえ、お嬢さんたち、近くで見たかったの。今まで見た中で最も美しい絵だわ。よくできてるわ、クリス。私のはどう？どれがいいかわかる？これも違う。これも間違いなく違う。緑はいらない。紫もね。答えは目の前のこれ。わお、すごいわね、ルナ。そうだ、いいこと考えた。先生、これ見て。あれ、いない。ここはどこ？お絵かきチャレンジをしましょう。本気で？でもここ教室なの？うん、楽しそうだからいいや。早速回すわよ。私がやりたい。ゲストだもん。私のアイディアよ、話して。じゃないと。やめて、壊れちゃう。わあ、これ見て、バラを描くのね。あれは何？美しい二人には美しいバラを。気まずい。美しさを見せておくれ。あなた、いいわね。チャレンジスタート。やっと。まったく、もう集中できるかしら。まるで芸術作品を見ているみたい。よく言われるんだ。素敵なちょびひげ。本気？ねえ、これ勝負ですけど。ああ、そうだった。バラに見えないわ。いいこと考えた。ハートの中に三角を描いたら花びらになるから、あとは残りの部分を描くだけ。いい感じ。次は葉っぱ。ヘタも忘れないようにね。完成。美しい。ナイス。私のはこれ、シンプルなの。どう？お気に入りはどっち？美しい。うわ、君の勝ち。やっぱり。景品は何？あなた。大切にするわ。いい匂い。やっぱり先生が選ばれたか。何、嫉妬？この映画怖い。チャンネル変えて。あれ、これは見たことない。なんだと思う？本物の真珠？綺麗。
マディソン、どこ行ったの？うわ、この衣装は一体、ん、何か捕まえた？私よ、ブライアン。何か違う？見て、この髪、わお。楽しんでる？何が起きるのかしら。はい、回すわよ。お絵かきチャレンジスタート。1、2、3、どれどれ。青い貝、やった、猫大好き。油かたぶら、あれ、できた。どうやったの？何が入ってるのかな。金貨、やってみて。もちろん。ふむ、なんだか柔らかい。うう、本物、かわいい。名前なんだと思う？マシュマロって呼ぼう。そうね、私のはつまらない。そうだ、これを使って猫の絵を描こう。完璧な半円を作ったら、あとは自由自在。ほら、猫に見えてきたでしょ。使っている形は少ないのにすごい。色もつけてね。あと少し、完成。かわいい。どうも。うわ、僕の赤ちゃん、マシュマロ。何も書いてないじゃない。気を取られちゃった。猫の絵を見せて。恥ずかしいな。頑張って描いたの、にゃん。素敵、ありがとう。ブライアンは何もないのね。油かたぶら。マシュマロ、準備はいい？それ、オレンジね。サプライズラウンド。どういうこと？僕わかる。釣り竿でしょ？ブブー。待って。なに、ブライアン？車でしょ。違うわ。ユニコーン。なんだ。私かける。ほら見て。大好きなの。苦手なタイプかも。素敵じゃない？はい、スタート。そんなに難しくないはず。とにかくいろんな色を使えば OK。プラスチックに描けばマーカーが乾かないから、他の色をのせて水を加えると全部混ざるんだ。上に紙をのせたら、ほら、大々柄。その上に絵を描けば魔法のように仕上がるんだ。色は黒、塗りつぶしたら目立つからいい感じになるよ。もう時間切れ。僕の完璧。本当に素敵よ。上手に描けてる。マディソンは？描いてないよ。絵じゃなくて人形が欲しい。もう十分よ。残念。悲しそう。これいる？いいの？ありがとう。優しいのね。次は何でしょう。ピンクってことは、わし？
まだ終わりじゃないわ。ん？どういう意味？秘密のコード？ちょっと待ってね。うん、頭使うな。今日のお昼は何を食べようかな。すごいペースで書いてる。手が痛い。そうだ、バッテンを使ってわしを書こう。あとは色を塗るだけ。早送りするね。いい感じ。おしまい。終わり。ナイスタイミング。見て、上手ね。私のは個性的なの。見て、キラキラ。どう？人魚の鳥。そうね。回すわね。どれどれ？紫。これはお猿さん。わお、準備いい？猿だって？ウッキーウッキー。似てる。真似はいいから書いてみて。うん、何してるのかな。おい、助けてくれない？うん、いいわ。猿って意外と簡単なの。ほら、可愛くない？本物みたい。わお、すごい。次は私。ちょっと待って、時間切れよ。僕はできたよ。上手でしょ。私のはこれ、なんだか似ている。同じ人が書いたのかしら。変ね。僕が書いたよ。本当に？あげる。私のよ。ほら、よくできました。次も行くわよ。準備はいい？黄色は四角。スタート。これ使えるかも。余裕余裕。うわ、なんかすごいの書いてる。これはいらない。よし、どんな感じになるかな。見せて。四角。なんだよあれ。そうね。ほら、四角。わかったわ。これでどう？うわ、すっごい。天才ね。僕のもおったら。ほら、これでどう？努力は認めるわ。はあ、なんだよ。どうやるの？簡単よ。真似してね。次に線をつなげるの。形に見えてきたでしょ？わお、二人とも芸術家ね。遊んでくれてありがとう。うお、信じられる？みんなに言わなきゃ。これはブライアンの？ほう、目が離せない。私、マニキュアをつけたいわ。このマニキュアでもいいかしら。綺麗になった。え、爪なんて噛むだけでいいわ。マニキュアより安いし、おやつにもなる。
ジャスミン、見て。わお、綺麗。でも画材が何もない。どうしたらいいの？いい考えがある。きっとうまくいくわ。何してるの？あら、なかなかいいじゃない。ペンでドレスを描くの。もちろん少し色が必要よ。そこでマニキュアの出番ね。賢いでしょ。マジで言ってるの？はあ？ただのマニキュアよ。落ち着いて。これを見て。髪の上に垂らして。ほら、絵の具みたいじゃない？まずは上の部分から、線からはみ出さないようにね。それから交互に穴を埋めていく。他にもいくつかペイントして、あとは白く残しておいてね。こんな感じで。うん、いいわ。こんなドレスがあったらな、きっと私に似合うはずよ。とってもユニーク。しっかり手をコントロールして。まだ台無しにしたくないからね。でもまだ終わってない。次はキラキラが必要よ。こうしてドレスにかけて、少し輝きが加わるように。人生もそうであってほしいでしょね。余分なキラキラを吹き飛ばしたら、こんなに美しいドレスになったわ。ほら見て、自分を誇りに思うわ。そうね、確かにいいアイディアだわ。私は何をしよう。すごく難しいけど、待って、もしかすると釣りをする時なんじゃない？うん、ここがちょうど良さそう。軽く食べられるものが欲しい。はあ？こんなのいらないわ。自由に泳ぎなさい、小魚ちゃん。もう一度。わお、これは大きい。待って、古い靴下？え、臭い。三度目の正直よ。これは何？テープ？だから私釣りって嫌いなのよ。でも待って、これは使えるかも。試してみましょう。うん、思った通り。小さなテープを少しと、ちょうどいい大きさだわ。簡単に衣装のスケッチをして、このスカートにテープを貼っていく。さあ、上から色を塗っていくわ。まずはこの深いピンク。しっかり質感を出したいわ。だからいろいろな色で陰影を作るの。うまくいきますように。悪くないわ。ひょっとしてプロになれちゃうんじゃない？ジャスミン、これを見て。すごい、最高よ。私たち才能があるわね。わお、とっても楽しい。もう一回やりたいわ。行くわよ。わあ、すごい、まるで魔法みたい。何してるの？私もやりたい。ダメよ。でも。もう、どうぞ。何するのよ。ちょっと、髪はやめて。えい、たったそれだけ？もうストップ。待って、ここはどこ？えへん、こっちだよ。アートチャレンジの時間だ。ああ、なんて綺麗な花。自然が誘惑してくるようだ。ほら、美しい蝶々。おや、どちらへ？なんて優雅なの。これ何の時間？おっと、失礼。待っておくれ。蝶を描いてほしいの。ああ、いいわ。わかった。うん、どうしよう。簡単なはずよ。そうだ、こうしましょう。画材がいるわね。必要なものは全部あるわ。ブラシを使って、最高の蝶を描くわよ。ちょっと待ってね。きっと驚くわ。まず片側を塗って。あら、ハロー。わー、素敵ね。やだ、私の絵が台無しだわ。あの蝶のせいよ。待って、なんとか直せそう。ガラスの板に絵の具をつけて、スポンジで伸ばしていく。なるべく均等にね。ガラス全体を覆ったら、次は綿棒。これを使って蝶を描くの。いい感じ。この上に紙を置いて、そっと上から押す。ゆっくり剥がせば。すごい、完璧よ。思ったよりずっといい。私って天才。こんな蝶見たことないわ。わお、わお、すごいわね。うん、私も頑張らなきゃ。ああ、何か使えるものがあるはず。ガラクタばっかり。残念だわ。ちょっと待って、あるじゃない。本のページを折って、これをカットする。慎重にね。羽の形を作るの。こんな感じ。紙を開けば、蝶々。まだ終わってないわ。黒いペンで縁をなぞる。次にデザインを足すの。羽に柄を描いて、アウトラインができたわ。次に色を加えましょう。ピンクがぴったりだわ。全体を埋めて、次に安全ピンをねじって、ふう、こ
かなり力仕事ね。少し後ろに曲げて、こんな感じ。輪ゴムをぐるっと巻いて、しっかり結ぶ。いい感じ。次はクリップ。これを伸ばして、できるだけまっすぐにね。輪ゴムに通して、クリップを真ん中で曲げる。バッチリだわ。安全ピンの穴に差し込んで、クリップの両端を広げるの。これが触覚になるわ。蝶の羽をつけて。ここからが本番よ。ひねりを加えるの。ほーら、飛んでった。わお、なんてクールなの。最高傑作だわ。は？どうやったの？ね、すごいでしょ。わお、飛んできた。私のこと好きなのね。あー、兄の勝ち。本当？やった。もう、ひどいわ。何してるの？ジューシーなパイナップル、とっても美味しいわ。これ以上のものはないわ。あら、まだいたの？次のチャレンジよ。なんだ、簡単じゃない。道具さえ決めればいいわ。難しい問題ね。どうしよう。はあ、からかわれてるみたい。お腹がペコペコ。おやつがあったらいいのに。待って、そうだった。ランチの残りを持ってたはず。オレンジがあったわ。美味しそう。とっても楽しみ。よだれが出そう。いただきます。そうそう、これだわ。アニ、授業中よ。でも、あなたがパイナップルを。おと、失礼。これはゴミ箱に入れなくちゃ。待って、いいアイデアが湧いたわ。この皮を使うの。ボトルのキャップを取って皮に押し込む。小さな丸を作るわ。クッキー型みたいにね。次のステップは、丸い紙を取って、その上に楕円を描く。縁の紙を破って、ストレス解消になるわね。短冊を作っていくの。これくらいね。さあ、紙に貼るわよ。楕円の外側に置いて、オレンジの皮から丸を抜く。これを楕円の中に入れる。こんな風に重ねるの。交互にしましょう。とっても素敵になるわ。これでよし。美味しそうなパイナップルよ。え、もうできたの？大満足だわ。ほら見て。ふ、だから何よ。負けられないわ。ちょっと待って。いい考えがある。黒いキャンバスにテープを貼る。上の部分を開けてね。金の絵の具で。高級なテイストが好きなの。テープの間を埋めていく。全部は塗らないで、楕円の形にするの。ゆっくりテープを剥がして、ダメにしないように。わお、素晴らしいわ。次は縁の絵の具、葉っぱを描くのよ。パイナップルのヘタになるの。ほら見て。さあ、お披露目よ。素晴らしい傑作ね。すごいじゃない、ベッティ。私に知らないことはない。才能って恐ろしいわ。さあ先生。興味深い。二人とも勝ち。勝ったわ。あら、二人ともね。わあ、この絵かわいい。青を追加しよっと。お、上手だね。手伝ってあげるよ。家の中を塗ってあげる。パパ、ナイスアイディア。何をしてるの？あら、私も手伝うわ。おい、何してるんだよ。オレンジじゃないって。いいじゃない。やめろ。ママ、パパ、ぐちゃぐちゃになっちゃう。こうなったらかかってきなさい。それだけか。まだまだよ。あれ、何が起こったの？ここはどこ？私のお家がぐちゃぐちゃになっちゃったよ。しゃ、大丈夫よ。私に任せて。ほら、直して。インスピレーションが必要ね。お腹すいた。あ、そうだ、準備しておいてよかった。嘘でしょ。あ、ご飯の時間。もう、いつものことね。ママ、どうにかしてよ。ごめんね、すぐ終わるから。せかさないでくれよ。つまんない、こんなのずるい。早くしてちょうだい。エマがイライラしてる。それちょうだい。おい、ダメ。何してくれるんだ。
このことについては後で話しましょう。お米だらけになっちゃった。そうだ、いいこと思いついた。水の中に着色料を入れて混ぜるの。この中にお米を入れて、ここで海苔の登場。絵に使うの。芝生の部分につけてね。そこにお米をたっぷりかけて、いろんな色のお米を用意して分けて使うのよ。できたら余分なお米を取り除いて完成。わお、おいしそう。エマ、どう思う？え、わあ、ママすごい。パパはどうなの？ん、何か言ったかい？まあいいや。いただきます。僕って家族思いだな。パパ面白い。まだ終わってないよ。紙を用意して、よーく見てるんだよ。自画像の出来上がり。でも今回はママの勝ち。ありがとう。片付けは私に任せてね。楽しい。ん、これは？はあ、エマ、それ置きなさい。いやだよ。今すぐやめなさい。聞いてる？ああ、目がピクピクしてる。ああ、落ち着いて。はい、これちょうだい。はあ、少しずつリラックスしてきた。か、これでよし。ありがとう。待って、これ使えるかも。まずは木を描くの。自然が大好きな人にぴったり。黒いペンで木の枝や木の幹を描いて。いい感じ。次にこのプチプチに絵の具をつける。私が使うのはピンクと白よ。ここにこうやって乗せたら葉っぱの出来上がり。綺麗な桜の木よ。エマ、どう？あら、こっちね。わー、ママすごい。僕も使ってみようかな。よし、どうだい？かっこいいだろ。僕は芸術作品そのものだ。本気なの？パパいいね。でも勝者はママ。また嬉しい。嘘だろ。プチプチ潰してあげる。この匂いは何？何の匂い？どこから匂いが来てるのかな？強くなっていく。あ、やっぱり。どうしたんだい？僕そんなに臭い？これあげる。使ってたっぷりね。わかったよ。これで大丈夫。ありがとう。ああ、あなたに出会った頃を思い出すわ。あの夜も僕臭かったよね。でもロマンチックだった。キスして。もちろん。まあ、うわ、気持ち悪い。うん、ああ、痛んだった。ごめんね。どうしようかな。そうだ、いいこと考えた。ほら、耳貸して。何してるの？わかったかい？早速始めよう。まずは制汗剤の中身を取り出すの。こうやって容器の中に絵の具を入れたら、ローラーを戻して紙に押し付けたら絵の具が出てくる。ペイントブラシみたいでしょ。芸術にぴったり。ほら見て、フレームに入れよう。ナイス。共同作業ね。わあ、リビングルームに飾りましょう。おばあちゃんの写真の代わりにね。こら、今回は同点。やった。今度こそチュー。わあ、眠いな。エマ、エマ。ママ、ちょっと目をつぶるね。見てごらん、下で鼻を触られるんだ。すごいと思わないかい？これできる？目を動かすの。あら、ピンクがよく似合うわね。だろう、毎日行きたい。はいはい、静かにしてて。
ちょっとお昼寝するから。あ、ダメか。残念。そうだ、影のショーはどう？影のショー？すごいでしょ？わあ、本当だ。楽しい。なるほど、影のショーか。難しくなさそう。ああ、そうだ。紙の上に手を置いて、周りをなぞる。こんな形にしたら、目も描く。ドラゴンだよ。まだまだ。仕上げに色塗り。炎もね。ほら見て。うわあ。気に入ったかい？私はバルーンアートに挑戦してみよう。犬よ。ほら下がりなさい。逃げろ。このショー面白い。二人とも勝ちよ。見て。やった。髪の毛きれいにしようっと。そうだ、キャッチ。これで一体何をするんだい？そうだ、鉛筆とヘアゴムを使おう。うまくいくはず。2つの鉛筆をヘアゴムで留めたら、しっかり固定するの。こっち側にも鉛筆をつけたら、いい感じ。1つ目の鉛筆をカップケーキの絵の上に乗せて周りをなぞってね。2つ目の鉛筆で同じデザインが作れる。ほら、あとは色を塗るだけ。線からはみ出ないようにね。どうなるか楽しみ。できた、完成。気に入った？私が描いたの。それ見せて。わお、賢いね。僕はどうしようかな。鉛筆をくっつけて透析器として使おうか。それ。ああ、気をつけてよね。ちょっと痛い。うわっ、クラクラする。自業自得ね。パパナイスショット、ママの勝ち。あら、優しいのね。ここはどこだ。しょうがないんだから。うん、このクレヨンいい感じ。ママパス。上手ね、キャッチ。簡単だな。あ、ちょっとやりすぎちゃったかも。壊れちゃった。それ使えるの？大丈夫だよ、ノリがあるからね。 DIY の時間、新品状態になるよ。試してみよう。ああ、ダメか。うん、でも大丈夫、ダイガヤがあるから。これ使おう。あ、嘘でしょ。パパ絶対無理だよ。頑張ってるのに。こうなったら。あなた、それ下ろして。大丈夫だよ。待って、もっといいこと考えた。蝶々のテンプレートの上にチョークを乗せて、上にプラスチックを置く。それ、これこそが芸術。後で話しましょう。私はこれ。いい感じ。僕もできたよ。テンプレートを取れば完成。どうだい？うわ、このスイカかわいいでしょ。悩むな。同点。よし、ナイスジョブ。次のチャレンジが楽しみだな。あ、ルーレット開始。さて、フラミンゴね。ダイナミックなお題ではないけど、はじめ。フラミンゴ、本物なんか見たことねえよ。ふざけんなよ、今回は望み薄だな。どうしよう、ピンク色だよな多分。いや、このアイディアもダメだ。くそ、もうできねえ。何したらいいかわからん。手が汚れたんだけど、これ絵の具か？マジかよ、手が絵の具まみれだ。ああ、待てよ、いいこと思いついたかも。手形から始めてみるか。うわ、面白いね。
私にもアイデアが浮かんじゃった。まずは手をなぞるよ。そしたら輪郭、あと目とくちばし、くちばしを黒に塗りつぶそう。あとは残りをピンクに塗るだけ。ピンクだらけ。とにかく塗りつぶせばいいんだよ。ドピンクだね。あと一息。おお、ピンクの蛍光ペン使えるな。手形を南国の鳥に変身させているぜ。親指は鳥の頭にするんだ。黒いくちばし、次に目と足、黄色い細い足、できた。さてフラミンゴを見せてもらいましょう。私のフラミンゴです。俺のはこれです。お望み通り。全身のフラミンゴと横顔ね。二人とも上出来よ。ああ、あんたの手絵の具まみれだった。お、そうだった。悪い。今度はどんなお題になるかな。二人とも準備はできていますか。今回のお題は少年です。どんな作品になるか楽しみだわ。今回のはちょっとがっかりだな、正直。あ、嘘だろ、おやつが尽きた、がっかり。ああ、どうしろってんだ。って待てよ、手元には空の皿。よし、これならいける。明暗だ。お皿とペンで何やってるのかしら。なんでお皿に絵を描いてんの。ほっといてくれ、計画があるんだ。お皿に小さい棒人間を描いてと。少年ね、どういう作品にしよう。また単語を描いてみようかな。棒、糸、ここから変身させていくよ。メガネを加えて、お次は髪、いい感じ。耳も忘れちゃダメ、顎、鼻、口も。よし、棒人間が完成。風船も付け加えようかな。よし、風船が飛んでいかないように紐もつけないとな。げ、なんか歯に挟まった、気持ち悪いな。取れない、これ飲むか。マシになった気がする。オレンジ色の髪が似合うね。色を加えたら髪は完成。よし、シャツは緑ね、完成。あ、嘘だろ、俺の棒人間に水こぼしたな。溺れてるじゃん、どうにかして助けないと。嘘だ、棒人間落ち着け。なんかおかしくないか、棒人間の様子が変だぞ。そうか、浮くから溺れないんだ。すごい、私気に入っちゃった、いい作品だわ。俺の勝ち、マジかよ、最高じゃん。さて再びルーレットタイムだ。あらあら、見てちょうだい、次は犬よ。俺もう思いついちゃった、帽子の中にゴム製の鶏、なんでここに入ってるはずなんだけど。これ使えるか。いや最近使ってないしな。頼むよ、なんかあるだろう。25セント効果？探してたのってそれ？あん、私の分もあるじゃん。いただき。ふう、いろんなものが入るんだな。必要なのはこのペン。意味わかんない。効果で一体何してんの？円を描くために使ってんの。意味不明。はあ、いいこと思いついた。作業を進めてちょうだいね。よし、フードで頭を隠さないと。すぐ戻るね。どうも、お金は払うから犬を貸してもらえない？どうも、やん、可愛いワンちゃん。はあ、僕パトリック。スマイル、何枚か写真を撮らせてね。可愛いモデルさんになれるよ、やん。はい、ありがとね。楕円を塗りつぶしてと。線と点を追加。今度は頭だな、お次は目。いい感じにできてきたな。耳もお忘れなく、犬には耳がないとね。最後に尻尾、あとは塗るだけ。耳は茶色がいいな。足とほっぺも完成。ふう、聞いたこと気づかれてないね。少し仕上げをして。先生、終わりました、犬の絵です。私も終わりました。やだわ、可愛い天使のような顔。レクシーの勝ち。自分で描いてないじゃん。チャレンジの準備は万端です。あら、ダンスは好きよ。お題はバレリーナ。はあ、どうやって描いたらいいの。こっち見んなよ、バレエなんて見たことねえし。そうだ、わかった、この髪をこんな感じに半分にするんだ。ん、折り紙？なかなか良さそうね。だろ、間違えずに折らないとな。中心の折り目はこんな感じ。
反対側も。広げたら両端を折るんだ。それから下の部分を上に向かって折っていい感じ。折り紙って楽しいな。この角は下に向かって折るんだ。こっちの端もしっかり折って、もう一息ここを両方引っ張ってと。できた。紙で船を作ったぜ。どうかな、気に入った？完璧だ。俺の船には紙の帆もついてるんだ。でもダンスってお題でしょ。船は航海中、波に乗って踊るだろ。はあ、本気で言ってんの？認められないって。レクシーの言う通り、バレリーナよ、船じゃないわ。ああ、わかったよ。でも折り紙って案が使えそうだな。あん、また船作ってるの？だからダメだって。船じゃないって。今度はユニコーンを作ったんだ。イエーイ、ユニコーンだ。俺、最高。それも認められないでしょ。そうだけど、3度目の正直だ。2枚の紙を使うんだ。うまくいくはず。うん、何してんの？うわ、むず。どうやってるの？早いね、ついていけないよ。できた、美しいバラ。レクシーに。素敵、私のために作ってくれたなんて。私は何を作ろう。わかった、とりあえず折っていかないとね。定規の角でしっかり折り目をつけるんだ。ここはこんな感じに広げて、反対側も絵を加えるね。かわいいバレリーナを描くんだ。かわいい。他の面にも描いていくね。こっち側にも顔と手を描いてと。反対側も同じようにね。上が終わったら下にも同じように描くんだ。色を塗って可愛くしないとね。すべての面を塗っていこう。衣装は青いチュチュ。かわいい。こっちも青、あっちも青。よし、できた。じゃーん、仕組みを見せてあげるね。ここを上げ下げするとバレリーナが踊るの。ラララすごいでしょ。マジかよ。うわー、素晴らしい作品だわ。レクシーの勝利。勝てるって思ってた。そんな。授業楽しみ。俺はテストだから嫌だ。テスト最高じゃん。図工のテストだよ。うわ、クレア上手だな。自画像にしよう。まずは輪郭から。そしたら色を塗ろう。線の方向で紙の感じを出すよ。これはいいぞ。これは肌の色にちょうどいいね。服を細かく描いていくよ。白目は白ペンで。命が宿る感じがする。僕も描いてよ。ああ、いいよ。じっとしててね。同じように描けばいい。髪型そっくりじゃない。それじゃあ色を塗ろう。レオは絶対喜ぶぞ。鏡を見てるくらいそっくりなはず。色もカラフルにしてあげよう。これは楽しいな。もうすぐ完成。これでよし。うわー、すごいな。あ、私たちの絵だから来るな。ちょ、何をすんの。あー、破いたの。なんてことするの。あれ、どういうことだ。うわ、ごめん、怖くって。お絵かきチャレンジだ。オッケー。クレア、その格好似合ってんね。リップの色も素敵だ。一日中見てられる。あの、頭大丈夫？うん、左右対称に挑戦。クレアの気を引かなきゃ。こんなイメチェンはどうだい。バカみたい。ああ、思いついたかもしんない。ほら、あれ見て。いい考えが降ってきた。このハサミを使って折った紙を切る。そしたらこんな風になる。畳んだ状態でお絵かきスタート。ブルーを描いてみようね。折り目の上がポイント。そしたら紙を開いて空白を埋めるよ。人間の顔を描くんだ。次に体、細かいとこを描き込むよ。こんな風に。ではお楽しみ。これは頭の中身が伸びてる感じを出しているんだ。当然青く塗っていく。あとは肌の色を塗って、冠は黄色に。いい感じじゃん。あとは小物の色も塗ってっと。これで終わり。畳んでると普通の絵だけど、開くとサプライズ。よし、俺の番だ。髪を折るぞ。そして愛のハートを描く。
赤く塗りつぶそう。当然の色だな。はみ出さないように。うん、この手袋使いやすい。塗り終わったら紙を開く。中にはキスしてるカップル、クレアと自分ってことにしよう。黒いペンで輪郭を作る。線をはみ出さないように。そしたら色を塗る。女の子は黒髪にしよう。クレアのつもりだしね。気づいてくれるかな。完璧に塗るぞ。彼女へのラブレターだ。まるで僕らのようだ。とっても幸せそう。俺ロマンチストなんだよな。小さなハートも忘れずに。可愛く描けたぞ。クレアそっくりに。胸がぼーっと温まる。さあどんな問題。クレア見てくれ。何それ、吐きそうなんだけど。また今度も共演しようよ。じゃあこれを見て。うわー可愛いね。うわー、やめてくれ。うわ終わった。うわー、これ何度でもできるな。ほらハンドだって笑ってる。じゃあもう十分か。なんでそんなことをするんだ。ほらほら、勝ったのは俺だろ。ほら私が勝ったってさ。嘘だろ。なんか文句ある。おやクレア、あっちは恋が成就してる。素敵だな。最悪。あれどうしたんだ。捨てられた。おやお花ゲット。いい匂いだな。真夏の野原みたいだ。これが次のお題。クレア受け取ってくる。さっさと引っ込めな。お花は嫌いか。お供え物ならあり。じゃあお絵描きに取り掛かろう。好き。嫌い。好き。嫌い。ちょっとうるさいんだけど、まずハートを描いて。その中に三角2つ、その下をぐるっと囲んで。バラの出来上がり。次に葉っぱを描き入れよう。最後に茎。鉛筆で影をつけていこう。でもこのバラは赤にもピンクにもしない、黒にするんだ。最高の色だからね。外側はもうちょっと強く塗る。色が濃くなるね。嫌い。待て、好きだって。宇宙からのお告げだ。一緒になる運命なんだ。おお、それでひらめいたぞ。ちょっと行ってくる。好き、嫌い、好き。そのバラをくれ。真実の愛がかかってる。そうか、じゃあ持ってけ。やった、やったぜ。俺もやったぜ。ふふ。よし、落ち着くんだぞ。うふん、くれよ。今度は何？これを君に。うん、どれどれ。綺麗ね。気に入ったって。あん、うん、美味しかった。ごちそうさま。うわ、そっか。絵が見たいって。はいどうぞ。私の心のように真っ黒。作品は描いてない。まあ仕方ないね。まあどうでもいいし。キスしてくれ。しつこいな。あっち行って。たく意地悪だな。何してるんだ、よくわからない。影絵のつもりなんでしょう。ああ、影絵好きだぞ。ただ惨めなだけよ。でもあの形はわかるぞ。犬でしょ。わかってるんじゃないか。ねえクレア、見て。トリックショット。クールだろ、え？感心してら。私はしてない。さっさと済ませよう。何やってんの。手で輪郭を作るんだ。もう黙ってて。今見せるって。手をこうやって紙に乗せる。その周りを囲うんだ。最初は変に見えるけど、パーツを描いたらどうかな。まずは目、そして可愛い鼻。真っ黒に塗るぞ。目の方も黒く塗ろう。ちょっと白く残したらそれが瞳の輝きだ。あとは毛を描いて。あとは首輪。迷子になると困るからな。歌うのやめて。そんならもっと激しく歌おう。音痴すぎる。ちっちゃなワンちゃんを描くぞ。これ以上耐えられない。本当怒った。粉々にしたい。音符の一つ一つが神経逆なでする。もうやめて。ほらこんなになっちゃった。そうだ、これ使い道があるかも。チョークの粉を広げる。手触りがいいね。気持ちがいい。イライラが溶けていく。
ここに逆さまのハートを描いて。丸を2つ、三角1つ。もう犬っぽくなってきた。これが耳になるね。この子は茶色い子にしよう。ここは簡単だぞ。はみ出さないようにしなくちゃ。全部の絵がこううまくいけばいいのに。もうすぐ完成。次に赤くてでっかい舌。俺も犬が欲しいな。最高の友達だ。毎日散歩してやるんだ。トト、絵に集中だ。よし、できた。見た目がとってもいい。全然ダメ。さすがに俺の勝ちっしょ。手を輪郭に使ったんだ、うん、ほら、本物っぽいだろ。私のは持ち上がらない。やった、勝ったぞ。俺が最高だ。はっはーん、うざがらみするな。あと、ごめん。ああ、腹が立つ。次のお題は何だろう。いや、なんでもない。おや、綺麗な蝶々だ。うわー、幻想的だな。クモの巣でもあればいいのに。何か始まったぞ。蝶々を捕まえた。平気かな。死んだでしょ。蝶々をかけてさ、ワクワクするな。やめて。じゃあ行くぞ。その髪私のだけど。え、あ、ごめん。ほら、早くよこして。え、交換はなし。そう言われたなら、怒らせると怖いからな。なら考えが浮かんだ。蝶々の型紙だ。まあ、チョークを使うからいい。カッターで削りカスを作って、色を混ぜていく。髪全体に振りかける。ざっくり輪郭を作っていく。私にしてはカラフルすぎるけど、すぐに終わる。これが最後の一色。そしたら指を直接使って、チョークをなじませていく。それで蝶々を描いていくよ。最後に型紙を乗せる。こんな感じだね。私が黒を使わないって本当に思った？黒いチョークを振りかけていく。全体にまんべんなくね。そしたらこれもなじませる。すごくいい効果になる。型紙の周りをゆっくり丁寧に、もう片方の手で型紙を押さえる。台無しにするわけにはいかない。そしたら紙を外す。でもまだ終わらない。蝶々の中を描いていこう。心が落ち着く風景が。俺の番。紙に型紙を当てて、チョークで線を描いていく。セクションごとに分けるぞ。色を変えていこう。このままぐるっと。最高の出来になるはず。上をしっかり塗るぞ。色をはっきりさせるんだ。型紙はずっと押さえておく。ちょっと手が滑ると全部が台無しだからな。そしたら紙を外そう。そーら、飛んでった。ここに置こうか。真ん中に飛んでいく線を描こう。蝶々の動きを表現。蝶々みたいにとってもカラフルだな。こっちが私の。気に入るはずでしょ。あれ、クレア、引き分けだってさ。二人とも勝ちだ。超嬉しいな。うわ、すごいや。邪魔くさい。ダンスで追い払ってやる。へえ、結構上手じゃん、クレア。次のお題は虹か。虹は大好きだ。いや、絶対描きたくない。虹だけはダメ。始めるのが楽しみだ。手袋を用意。一頭ちょっと汚れるぜ。私はシンプルにやろう。何、急に騒ぎ出して。黒いペンで悪い。どいてって。本気だよ。ああ、もう鬱陶しいな。後悔させてやる。あんたのせいだからね。自分を恨みな。何その目つきは。言ったでしょって。まあ、始めようか。大きな雲を描く。これが必要。これを頭の上に。ああ、降ってきた。いやー、楽しみだな。違った色の絵の具でページを彩る。恋のハートのポップ糸を取り出して、絵の具に押し付ける。しっかりつけるのがポイントだ。そしたら剥がすぞ。次にこれをキャンバスに押す。ハートの部分以外はマスキングがしてある。失敗しないように。そしたら剥がそう。いいね。でもまだ終わらない。上からブラシで伸ばしていくぞ。うわー、すごいな。綺麗な効果が出た。そしたら次、白い絵の具を歯ブラシで弾く。上に振りかける要領だ。次にグラスの底を白い絵の具につける。そしたら中心にグラスを置こう。乾いたらそこに木を描こう。さらに鳥を追加。細かさが大事だからな。
そしたら木を仕上げる。歯ブラシを使うと木の枝の感じが出る。できたらマスキングを剥がそう。これぞアートって感じじゃない？気に入った。で、傘でも持ってこようか。まだ終わってない。そーら出てきた。どうかしてる。俺の勝ちだろ。よっしゃ、知ってた。やっぱりな。どうだクレア、いたー。